感染が判明したのは未就学児から100歳代までの218人です。月曜日では過去最も多く、初めて200人を超えました。80代の女性一人が中等症で、その他は軽症。62人の感染経路が分かっていません。年代別では10歳未満が47人と最も多く、次いで10代が30人。 30代と40代が28人などとなっています市町村別では、高知市が93人、南国市が33人、戸佐市が25人など、18の市と町で感染が確認されています新たなクラスターは4件です畑館内の小学校で複数の学年の児童6人 中央・東館内にある2つの保育所で、それぞれ5人と6人のクラスターが確認されました。また、中央・東館内の病院で入院患者17人、職員2人の合わせて19人の感染が確認されました。この病院では3回目となるクラスターです。感染者の累計は34,789万人となりました。 67人が入院していて、昨日までゼロだった重症者が一人となりました。中等症も一人増え、12人です。県は中央・西と東管内での感染者急増を受け、次のように述べました。高齢者施設と障害者施設を対象に職員の一斉検査を支援したいと思います。 四国の感染者は愛媛が384人、香川が413人、徳島が286人と、すべての県で、前の週よりで、0 0人以上増えています。